ね、夫の子育てとは何ぞやみたいな、夫の心構えというかね、そうそうそう、何ぞやという、そうなんですよね、どうなのっていうところを、なんで的確に、いただいたんです、そうそう、まあ自分のしくじりもあのメンタリングっていうのも、学びの中もそうなんですけど、やっぱり母親との関係性っていうのがやっぱり大きいんですよね。はいはいはい、で、残念だね。で、夫の子育てというのは、お母さんと子供がいい関係であるっていうのをサポートするのが子育てだと思ってるんです。素晴らしい。これを世のお父さんたちにお聞かせいただいたということで。はい、はい。素晴らしい。ね、サポートであると、そうですよね、だからまあお母さんが疲れている時に、まあ、子供の、世話をするとか、お母さんがいいあの状態で子供と接するようなフォローをしていくという、じゃないかなと思っています。お母さんのことも見とってもらわんという、そうですよね、やっぱりね、にもちょっと心を配っていただいて、自分も子供になるなということですよね。あ、そうですよね。まあみんなそうなんだと思うんですけどね。男の方は長男になりがちだという話だったんですよ。ですよ、みんな子供ができちゃうと長男になっちゃうような気がするんですよね。あ、納得ってストーンっておりました。そうそう、まあまあ、まあ自分もそんなところもありましたけどね。ということでね、この場を、使っていただいて、お父さん学という、お父さん学ということで、ちょっと徳さんからのプチアドバイスでした。ありがとうございます。ありがとうございます。